久野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら。お金を見せびらかせても尊敬は得られません。人間ってね、尊敬されたい動物なのよ、うん、でね、事業で成功しお金持ちって世の中まあいるわけ、うん、金持ちね。でもそういうふうに扱ってほしいと思っちゃうわけ、人間って、うん、そうするといい車に乗ったりさ、いろんなお金持ちだってこうアピールするわけ、うん、だけどそんなことやってもね、全然尊敬されない、うん、ロールスロイスに乗ってキンキラの時計をはめてってね、若者が、今の若者でもああいう仮想通貨でさ、もうほんと億万長者になってる人いくらでもいるのよ。でもそういう人たちが、じゃあそこから尊敬はされない。やっぱりもう一歩何かね、うん、もう一歩何かをしていかないと、得たお金とかそういうのはね、見せびらかすのはねちょっとねーと思う、うん、私はね、いいんだけど、うん、だからあんまりブランド品とかで着飾るのも、あんまり良くないかなと思ってんの、うん、でも女性の経営者でね、成功するとね、じゃらじゃらつけ出すの。むっちゃどんだけ指輪とネックレスと、どれだけ金持ちなのっていう、指輪がでかくな、うん、ダイヤモンドがいっぱいぎっしりみたいな、ね、ちょっとね、まあいいんですけど、うん、ちょっとどうかなっていう、それは。だからね、成功したら質素なね格好した方がかっこいいよ。私はそう思ってる。質素な格好してる方が、うん、どう思う？ワンポイントとかだったら、ワンポイントぐらいならギリギリね、うん、そう思ってる、うん、だから本当に金持ちになるとね、金持ちみたいにするとさ、誘拐されちゃう。だから誘拐されないようにおとなしくするのが本当の成功者。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、売り上げが、成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて、仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい。忙しくしているから、中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく、未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば、短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。